はい、豊玉です。今日もまた風の爽やかな風が吹いていますけれども、豊玉散歩いつもご視聴、そしてたくさんのコメントありがとうございます。今日も皆さんと一緒にお散歩始めていきましょう。今日お散歩するのはこちらですね、宮迫石仏というところです。映ってるかな、ジオパークをご紹介する案内板、後ろに映ってると思いますけども、小形町にあります宮迫石仏行ってみましょう。それでは、小形平野と川と滝、石仏との関わりですね。そうなんです、この土地には平安の終わり頃に緒方三郎惟吉という方が、大きな、豪族が力を持っていました。その豪族にまつわる伝説もいっぱいあるんですけども、一宮、二宮、三宮という、大きな3つの神社と、この宮迫石仏というのは、この時代、この方がいらした時代に作られたであろうというふうに言われています。ではまずですね、東石仏から行きますね。ここはですね、コミュニティバスも通ってるんですよ。古い木でできた案内の柱がありましたね。宮迫の石仏というのは、結構よそから訪ねてこられた友人とか、知人とか、そういう方でご案内するときに必ずお連れするところですね。結構ご高齢の方でも、少し坂道ではあるんですけども、歩いてあまり負担のない距離ですし、ちょっとこう里山の散歩道みたいな感じで、私好きなんですね、風景的にも。それでよくお連れしています。今日もすごくいい天気ですよ。空が青いです。ちょうどこう人がね、通るのに程よい歩道のような道が続いていますね。ここね、結構ね、笹みたいなのが、竹とか笹みたいなのが結構多いんですよ。この上もこんな感じですけど、道の下の方もね、結構笹っぽい植物がいっぱいあるんですよね。ここも水が湧く感じのとこですね。貯水のタンクがありますよね。そうなんですよ。これはジオパークとかで少し学んだことなんですけども、石仏、磨崖仏などの、掘られている場所の近くには必ずですね、水が湧いている、水の湧く場所の近くにこういった磨崖仏とか石仏とかいうものがあるというね、共通のことがあるらしいんですね。さーて、着きました。こちらです。ここが国指定の史跡の緒方宮迫東石仏ですね。じゃあちょっと仏様に少し近づいてみましょう。段段がね、ちょっと石があるんですけど、石段があるんですけど、この石段を登って、さらに段段がありますので、登ってお邪魔いたします。お久しぶりです。はい、この石仏いかがですか。
これはですね、真ん中の、如来型の座像ですね。で、向かって右側が不動明王、そしてその左側が毘沙門天で、さらにですね、ちょっとこう見えづらくはなっているんですけども、こちらとこちらにはですね、金剛力士像が彫られています。この真ん中の如来型座像というのは、地元では大日如来というふうに伝えられてまして、地域のやっぱり信仰の対象だったと言われています。ずっと平安の終わりぐらい、鎌倉の初め、かなりのもう千年以上の長い時間をこの土地を見守ってくれている仏様ですね。ありがとうございます。この仏様のところから見た里山の風景です。だんだんの田んぼが、棚田が広がっていて、時々木々の木漏れ日が心地いいですね。ではこの足元の階段をまた降りて、今度は西石仏の方にお散歩向かってみたいと思います。本当はですね、この道、昔はですよ、最近通ってないんですけど、この道ずっとずっと行くと西石仏につながってたんですけどね、今は多分一回降りてもう一回下から上がるっていう方法しか行けないんじゃないかなと思います。ああ、ヤブツバキがねえ、ポトポト花が落ちてますね。春が近いですね。私ヤブツバキの花好きなんですよ。あったあった、勝手に撮ったら悪いけど、映像ならいいかな。こんな感じでね、可愛いですよね。なんかあんまり飾り気もないんだけれども、しっかりね、しっかりこう咲いてて、ほらほらこんな感じでいいですよね。今尾形のいろんな里山ちょっと入るとですね、こうやってヤブツバキが花を開いて、あまり花のないこの季節にとってもね、いい演出をしてくれてます。なんか風の音も、木々や竹を揺らす風の音って、なんか川や海の風とは違って、なんとなくざわざわっていうのがあんまり私はね、耳障りに感じないんですね。海とか川のこう風っていうのは結構強いんですけどね、こうやって里山に吹くこう野道の風って、なんかこうざわざわさわさわって一緒に葉っぱも揺れていい感じです。来た道を今ね、戻っています。登るときはあまり感じなかったけど、結構な勾配ですね、割とこれは凍結とかしたら絶対滑るぐらいの坂ですね。さあ、石石仏、宮迫西石仏にやってきました。東石仏は駐車場から、そうですね、200メートルじゃないね、ここに表示があったわ、
250メートルぐらいちょっと遡ったところですね。はい、お、これはいきなり階段ですよ。階段です。では登ってみましょう。58段、今階段登りました。ちょっと息が上がるかな。あ、この横はこれカボスかな。カボスを植えてるんです ね。でこちらはなんとなくうっそうとした感じはありますけども、ヒノキ林、ヒノキと杉ですね。で向こう側には竹林、カボス&竹、杉ヒノキに囲まれながらこの道がですねずっと続いています。そうそう、このこれね、このこう杉の葉っぱ、茶色く落ちたこの杉の葉っぱ、焚き付けにもってこいなんですよ。うちまだ家が焚き物で、焚き物でわかるかな、薪とか言うとかっこいいんですけど、焚き物で焚くお風呂なんですね。決して五右衛門風呂ではないんです。バーナーと兼ねて使えるお風呂なんですけども、もう山からああいったこういうなんですね。こういった杉の枯れた葉っぱなどを持って帰って、それがね焚き付け、それにマッチで火をポッとつけるとものすごくよく燃えるんですよ。あ、さらにまだ仏様のところに行くのにまた階段ですね。さあ何段あるんだろう。32段ありました。はい、宮迫西関仏。ちょっとここね、東と違ってかなり暗いのと、雨が上がった後でもあるからかな、かなり暗くなってます。仏様こんにちは、お邪魔します。いつもありがとうございます。こちらの仏様はやっぱり同じ時代、東と同じ平安時代の終わり頃に作られたんじゃないかって考えられてます。向かって左側から薬師如来、真ん中が釈迦如来、そしてこちらが阿弥陀如来ですね。3体並んでいます。はい、あ、今日もね、ここいつも青々とした釈迦がお供えされてるんですよね。こういうことって多分本当に地元の方たちが大切に守ってきて、そしてお掃除したりとかねされてるんだなって、そんな感じがします。この横にですね、こういうふうに案内板もありますね。そうなんです、ここは
どこもそうな、ただ臼杵石仏とかもそうなんですけども、やっぱ脚光を浴びるように人々が観光地として訪れるようになるには何かしらのやっぱりきっかけとか発見とかがあってっていうことをよく聞くんですけども、ちょうどですね JR 保肥線が開通して、それで、まあ日豊線、当然日豊線ってなると、小倉から大分とかですね、また宮崎からとか、まあ、いろんな都市部とつながって鉄道が結構整備され始めた頃から、いろんなが大学の先生たちがいろんなところを回り始めて、そして、研究をするということになっていくわけなんですけれども、それによってですねこの宮迫石仏も、研究していただける対象になって脚光を浴びるようになったというふうに言われてます。で昭和9年ぐらいに文化財指定を受けて、それで今の後ろの赤いこう塗料ですね、こういったのもその頃にまあ塗り直されたものだと言われています。さあでは今来た道を戻ってみましょう。ここはちょっとね湿ってますから、足元ね気をつけないと滑りやすいかもです。静かな場所ですね。仏様たちもね、なんかこの静かな里山で本当に千年以上もの時間何をしてお暮らしになっていたのでしょう。今私はこの石仏のあった場所のにちょっと左に折れてですね、少しこう昔通ってたはずだなって思っていた道をちょっと遡ってみたいなと思います。この柵ね、もうねとにかくうちもそうですけど、夜になるともう鹿が普通に出てきますよね。なんか高らかに、もう今あんまり鳴かないですけど、ついちょっと前まではね、発情期っていうのもあったのかな、なんか鹿が庭先で鳴いてる状態なんですよ、ね、当然農作物も荒らしますしね、見た目は可愛いんですけどね、悪いことしますよ。で、これは桜の木ですね、はあ、時期が来たら咲くでしょうね。で、イノシシももちろん出ますしね。だから本当、農作物を育てる方にとってはやっぱりイノシシ、鹿の被害って、まあ、尋常じゃないので大変ですよね。あ、そうなんです、こちらのですね今映っているこれがさっき言った東石仏の方向になります。ここをずっと降りていけるのかな、行き止まりになったりはしないかな、とにかく行ってみましょう。ね、ちゃんとやっぱりこれあれですね、参道としてこう整備されてたんでしょうね。こちら側からも石仏に行けますよっていうことで整備された道のような感じですね。すごいですね。あ、本当に本当にそうだ、参道みたいになってるんですね。すごい。あ、こっちの方が階段数は多いな。ちゃんと表示がありますね。宮迫西石仏、ここから70メートルだそうです。ちょっとこの道は初めてなんですけども、ちょっと行ってみましょうか。どこに出るのかな。私結構こういった初
初めての道ってすごく好きなんですよ。なんか冒険心が湧くというか、ここ行ったらどこに出るんだろうとか、何に出会うんだろうとか、そのワクワク感があって、まあ一本道しかないからですね、方向音痴とかいうのもあんまり関係ないんで行けるんですけどね。やっぱりここら辺笹とかそういうの多いですね。ね、なんか鳥も多いですね。鳥もパタパタ。うん、なんか鳥が飛んでるわ。もしかして、あら、東石仏の駐車場に出てきました。あ、これはラッキー。同じ道を帰らなくって済みましたね。あ、もう春ですね。これ、なんだっけ。これなんていうのかな。仏の座じゃなかったな。なんだったっけ、この花。割と寒い時期から大犬のふぐりとこのピンクのこの花とあと箱根とかはね、そろそろ白い花、この3つは割と早い時期から咲き始めますよね。あ、道端の花っていいですね。おお、タンポポ、タンポポもいいですね。他にないか、他にないかな。あ、タンポポ結構、あらら、生えてる生えてる生えてるわ。ほんとほんと綺麗ですね、うん、確実に春がやってきてますね。トヨタマ散歩はいかがだったでしょうか。私もちょっと久しぶりに通る道を通った感じで少しワクワクドキドキでしたね。やはり仏様の表情はすごく優しくて本当にこう見守ってくださってるなっていう感じがしました。今度次はどこに行こうかなと今考えてますけれども、また早春のこの文豪大野寺をご紹介していきたいと思います。どうもありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。